北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ北川先生、今週もよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。さあ、今回は、僕からの質問です。すみません。ちょっと講師混同して怒られるかもしれませんけど、皆さんもきっと多分お悩みの方多いんじゃないかなというふうに思って、はい、今日はこのテーマを、はい、先生に伺いたいんですけど、ズバリ、忙しすぎる日々とどう向き合うか。はい、そう、羨ましい部分もありますけどね。いや、でも忙しいと、まあね、そうなんですよ。その、まあ、ズバリと言いながら、ちょっと、ざっくりとしてるんですけど、なんて言うんでしょう。今、まあ、先生は暇だっておっしゃいましたけど、その、忙しさにも、まあ、個人的にはいい忙しさと悪い忙しさってあるのかなと思ってて、ね、楽しい忙しさとね。そうなんですよ。そういう意味では、僕が感じてるにはですね、良い忙しさだと思うんですね。はいはい、ありがたいことに。まあ、すごく先生も含めて、こうやって大好きな方たちと一緒に仕事させていただいたり、いろいろ、求めていただいたりとかでありがたいんですけど、そういう意味では心をなくしてないと思うんですね。忙しいってよく言うじゃないですか。と思ってるんですけど、なんか、この1ヶ月ぐらい、まあ、明らかに物理的に忙しくなってるのは間違いないんですけど、ちょっと、かなりしんどくなってきて、はいはい、これ見てると関係者の方が心配しそうですけど、なのでこれどうしたらいいんだろう。そもそもその忙しいを、まあ、そういう時期だと思って受け入れるって考え方もあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとあんまり入っていくとごちゃごちゃになってて、そもそも先生、その、まあ、忙しすぎる、忙しいっていうことに対して先生どういうふうにお考えなのかな。いや、僕、私の経験によると、忙しくなると脳が固まり始めるって言いますかね、思考が働かなくなるんですよ。だから、いろんな意味での脳率とか、それから、頭の働き悪くなるから、きちんと、例えば、早川君の場合は、きちんとしたインタビューで相手の安全な話を聞き出すことができなかったとかいう、こう、そういうミスが生じるんですね。いろんな仕事の中では、なんか本当に、ミスが生じる。はい、まあ、大谷選手も見てて思うんですけど、あんまりずっと投げてて、ずっと出っ放しだと、どっか脳がずれてきて、はい、急に打てなくなる日がやってくるって言いますけど、まあ、それを心配しているように、はい、6月の時点で大谷が分かりませんけれど、5月の時点では、彼は出っ放しになったなんですね。まあ、それと同じように、はい、あんまりこう、人間、駒を回しすぎると、ミスが増えてくる、うん。いい仕事ができなくなるっていうのが、まあ、それははっきりしておいた方がいいと思いますね。はい、だから、やっぱ、歩むっていう字、まあ、教えたいと思うと思うんですけども、はい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 、少し止まるっていうのが歩むなので、歩むっていうことは、ゆっくり休み休み人生を進んでいくのが、仕事をやるのが歩むことなんですよね。なんか古代人が歩むという字を編み出した、はい、この方が偉いと思うんですけども、止まることを少なきっていうこと、はい、という字が歩むで、つまり時々止まれって言ってることなんですね。なんか私はその時に、私もそういう時ありましたけども、行き過ぎると頭がカチカチになって、セメントのようになってきて、アイデアも、から、気力もするからね、直感力も落ちてきたので、その時にやったことは、なんか、はい、ね、会う人の数、なんていうんですかね。ああ、すごいわかります。はい。それをこう減らしましたね。はい。はい、で、その中でもう一つやったことは、べきであるとか、ねばであるっていう言葉を、だってそれに当てはまることを、ちょっと覗いてみたんですね。この人に会うべきであるとか、これをしなければねばならないの。仕事の内容の中のねばならないと、べきであるっていうね、相互符号する、当てはまることを外したんですね。ちょっとこう、あんまりそうすると仕事モードに入ってしまって、なんか、いい仕事ができなくなるってことがこう分かってたので、私はそうしましたね。べきであると、ねば
ならないという部分を、それを基準にして、会うっていう、こう、なんていうんですか、セッティング、はい、なんていうんですかね。人と、まあ、アポというか、約束を減らすってことですよね。うん、そうそう。そのポイントを、減らしたんですね。うん、会う、約束を減らしたって言いますかね。うん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 、っていうことをしました。ああ、ありがとうございます。で、はい、とにかく、むやみに会わないで、約束を減らす、そうそう、約束を減らすっていうことをやったんですね。ついつい自分から、今度会いましょうとか、今度会いしましょうとかやってしまって、それをやめていったんですね。と同じように、ほら、早川君が、そう言ってしまう場合と、向こうから言われる場合があるじゃないですか。そうですね。はいはいはい、向こうから言われたら断れない。断れないです。意外と僕のタイプ。あると思いますよね。はい、だから、それを向こうから言われたときに勇気を持って、その日はちょっとポイントがあって、今年は、今月はちょっと、すごく仕事を過密してますので、すいませんとか言って、ずらしていくって言いますかね。だから、会わなくていいことや、はい、無駄なことはちょっと、ちょっと休み、歩むのやつの、休みに入れてしまうということを、ちょっと下手ですね、言い方が下手だけど。いえ、すごい分かりやすいです。会うという約束を減らすっていうことをやりましたね。文字通り先生おっしゃるようにね、そのねばならないとかべきもそうですけど、結局約束の束っていう字を減らすってことですよね。束縛ですからね。束縛してるわけですもんね、何か。そうです。はい。直接人と会うのはもちろんですし、人と会わないにしても何かの約束をあまりしすぎない。うん。とにかく約束をしないっていう、約束を減らすってことをやりましたね。いろんな仕事やいろんなこと、うんうんうん。そしたらね、意外といい仕事だけを選んでいける。そこからまた未来が広がっていくっていうか、あとはもう任せるって言いますかね。そうですね。はい。ことは大事だと思いますね、そういう雑多な仕事をたくさんする主張する時期から、次の時期というのはいい仕事を数少なくやっていくという峠を越すような時期があるんですね、はいはいはい、だから年齢的にもそれからあれでも乗りに乗ってきた時に次の段階としては、いい仕事を確実にやっていく、選んでいくっていう時期に入ったのかもしれませんね。いやでもなんか私事で恐縮ですけど、本当になんか そんな感じがしますね。なんか先生よく僕のことをずっと見ていただいてるように、その前の段階で死にそうになってた時期があったので、その後本当ありがたいことにね、今月末にお届けするサポーター方の、向けの方のお講話の中でもお話しさせていただいてますけど、なんかもう人間関係も含めて全てがなんか変わって、次のところへ行かせていただいている中で、そういう意味ではすごくこの1、2年本当にありがたい中で、先生おっしゃるように、その仕事の、なんて言うんでしょう。まあ、ステージって言い方がちょっと適切か分かんないですけど、明らかに変わって、で、しかも、そういう仕事がたくさん、まあ、仕事だけじゃないですけど、いただくので、なんか全部、まあ、ありがたいじゃないですか、当然。で、感謝忘れちゃいけない過去の失敗もあるので、っていうことで、一つ一つ大事にやってきているつもりなんですけど、それでも今またこう忙しくなってるってことは、さらにもうちょっとこう、今の先生おっしゃってたように、選ぶっていうとちょっと僕が言うとそんな感じになっちゃいますけど、選ぶとか絞るとか休むっていうのはやっぱ考える時期なんですかね。あ、そうですね。次の段階にあるときは、まあ、ガラス玉で言えば、合わないガラス玉をちょっと外していくみたいなもんですね。うんうん、だから、少し、未来につながるような、はい、選別するというようなけど、ちょっと雑多な、仕事はちょっとだけ減らしていってもいいと思いますね。うんまあ、たくさん来るんですよね。やっぱこう、というような依頼が来たりなったりするけど、はい、まあ勇気を持って、まあ嘘も方便ではないけど、ちょっと忙しいのでとか、準備があるからちょっと難しいとかいう感じで、一つはそれを断るのと、自分からも呼びかけてる可能性があるんですね。歩くね。仕事はいい、うんうん。はい。また会いましょう。またお願いしますね。とかいう感じで。向こう側が答えできない、きれなくて応じてくる言葉があるから、はい、うん、私としては、その、なんていうか、歩むっていうことを少し止まる、うん、そういう意味で、できてある、ネバーではならない、の中の選別をして、
少し、あの、うん、次のステップに向けて、うん、余裕のある、あの、本当ですね、役職をするっていう、うん、はい、はっきりとした、うん、あれを持つといいですね。ああ、ありがとうございます。そうですね。今、先生のお話伺ってて、ね、やっぱりね、うん、あの、次のいい仕事、まあ仕事だけじゃないですけど、でもまあ、あえて言うと仕事をするためにも、やっぱりある程度の ゆとり、それはやっぱり物理的なゆとりが、結局でも今の話伺ってると、気力とか、クリエイティビティ、その創作とか、そういうものにも全部なんか繋がりそうですね。物理的にある程度の、いわゆる、なんて言うんでしょう、その気の持ちようではあるとは思うんですけど、でもそうは言ってもある一点を超えると物理的にもちゃんとゆとりがないと結局気持ちもついてこないのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。そうですね。で、まあ、あの、早川君の場合に個人的にそれを、あの、選別できる立場の人と できない人がいると思う。そうですね。はいはいはい、はい。仕事を忙殺されてて、はい、だからそういう時もなんかちょっと暇を見つけて、うん、あの、仕事の内容を少し、あの、減らしていく、まあ、上司がどん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 押し付けてくる場合があると思うんですけども、うん、はい、なんかうまくすり抜けて、はっきり意識を持って、うん、あ、いい仕事と、から無駄な仕事をこう揺れ分けていくっていう時期に、うん、あの、来てる人もいると思います、ね。そうですよね、うん。で、その中ですることは、とにかく約束を減らしていくっていうことと、ま、勇気を持って安受け合いをしないから。闇みたいな。あ、それと、あの、休みの日はきちんとこう、休日出勤も断るっていうぐらい、うんうん、もう、職を失うとか恐れないでいいと思うんですね。うんうん、だから、あの、大学の場合も、どっか不安と恐れがあって、次々に仕事を受け入れると思いますね。やっぱりまだあると思いますね。うんうん。約束してしまうんですけども、まあ、それはあると思いますけど、でも、ある時期に来たら、もう勇気を持って、あの、うん、あの、なんとしてもいい仕事をするという方向に、はい、たくさんの仕事をするの、数で、たくさんものをする、うん、あの、売るのではなくて、いいものを売ると同じように、あの、いい仕事をするっていうふうにして、あの、仕事の数を減らして充実させていく時期に、うん、あの、来てる方がいらっしゃると思うんですね。まんじゅうの数を増やすより、あんこの中身を充実しろということですね。数を増やすなっていうかね、うんうん、それはとても大事なことで、うん、数を増やすと、忙殺、もう無駄な仕事がいっぱい増えて、なんか本当にこう転んでしまうことがあるので、うん、見えなくなります。だからとてもいい質問だと思うんですよね。うん、ああ、ありがとうございます。はい。だから、いい仕事をするっていうふうにこう切り替えていく。そうですね。ジョブってよく言うように、うん、内容を数を減らして、うん、そうですね。単語と一緒ですね。でもあれですね。はい。あの、先生おっしゃるように、なんかそこのところ一つポイントは僕も、あの、そういう、やっぱり数を減らすとか、まあ、先生ソフトにおっしゃいましたけど、まあ、ある意味、あの、なんだろう、丁寧に断るっていうこととかも大事っていうのは昔からよくそういうハウだけを捉えがちになると、いきなり人間関係をね、こう、乱暴に扱ったりとか、そういうことも、僕なんかそういうものをやっぱり過去やって痛い失敗をしてるので、やっぱりあの、すぐにね、あの、その忙しさから抜け出したいですけど、やっぱり人とのつながりってあると思うので、そういう意味ではあんまりその、なんて言うんでしょう。まあ、ケースバイケースだと思うんですけど、すでにつながっているものとか人に関しては、やっぱり少しずつ、もうすぐ楽になりたいですけど、やっぱりあの、時間をある程度かかるかもしれないってことも逆に心に留めておくと、なんか結局は、あの、急がば回れでスムーズに行きやすいのかなと思うんですけど。そうですね。はい。遠回りしてもいいと思いますね、うん、目的地についていかなくても、うん、遠回りこそ大事っていうのは本当に、うん、あの、後で気がつくことですけれども、はい、まあ、早川君のようにいい仕事を選ぶ時期に来てる方もたくさんいると思いますね、うんうん、忙殺ってただ忙しさにこう巻き込まれないっていう選択をしな、はい、することも大事だと思いますね、うんうん、多分不安がある、はい、あるんですよね、不安がある、うん、だからもう勇気を持って切り替えていく、うん、そうですね、おそらくうまくいきますね、そうする、はい、ありがとうございます、皆さん共に歩んでいきましょうということで、はい、さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問ご感想をお待ちしております、詳しくは概要欄をご覧ください。そして、もう間もなくですね、今月6月、もう始まってますね、始まっていますが、はい、満月の勉強会が、名古屋で開催中です、
先生、これ途中からでも参加できるんですか？第1項は。そうですね、途中から、はい、で、次回参加できてないところは次回の、はい、あの2回目、3回目の振り返りができるように、はいはい、その時だけで終わりというんではなくて、目的は、まあ、人生充実をするための、うん、セミナーですので、ハウツーではない、はい、ただ知っておいてほしいのは、このセミナーはハウツーではなくて、うん、心を整えると言いますかね、うん、人生の方向をはっきりして、覚悟して生きていくことを、うん、まあ、できるような生き方を身につけると言いますかね。うんうん、恐れないでっていうことを身につけるためのセミナーだということを、はい、ですので、名古屋でもまだ、開催中ですので、ぜひこちらチェックしてみてください、はいはい、ホームページ、ございます。そして、同じく6月こちらもすぐですね、16日、千葉、千倉で、断食会が、開催されます。6月16日から2泊3日ですね、こちらも先生からね、直接断食について、指導を受けられる。そしてね、この仲間もね、ここで集まる仲間って本当に人生を変える出会いだと思いますので、ぜひこちらも、チェックしてみて、お申し込みいただけたらというふうに思っています。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。ありがとうございました。